勝戦の2つ目11レースへと入っていきます。この11レースからも2選手が勝ち上がることができます。11レースの対戦メンバーは1号艇三島誠司、2号艇三角哲夫、3号艇稲田浩二、4号艇池永太、5号艇足立裕樹、6号艇横澤浩二、以上の6選手です。人気が集中しました1番三島誠司の人選です。今シリーズがバースデーシリーズの1番三島、5戦4勝オール2連帯で予選をクリアしています。2コースには地元東京支部2番の三角哲夫、今シリーズはしぶとさを見せています。2番三角が2コース、3コースから2日目からオール3連帯とまとめた3番の稲田浩二が入っていきます。引っ張って角位置、4コースは初日の快速ぶり取り戻したいところです。4番の池永太、そして5コースには5番の足立裕樹です。17号機の良さを徐々に生かしての勝ち上がり、一番外は6番の横澤コーチ、6コースです。勝負がけのイン逃げを決めての準優進出でした。1番の三島から2番の三角への人気です。準優勝戦の2つ目11レース10秒を切ります。新入ラインから1番2番3番4番5番6番です。残りは2秒、スタートしました。1コースから4コースまでがほぼ揃ったスイットとなっていきまして、1マークへと向かっていきます。1番三島の陰線を3番の稲田がまくりに行きまして、2番の三角、4番池永と差し込んでいきます。バックストレッチに入っていきまして、ここも差しが届いていくんでしょうか。2番の三角が内から伸びていく、しかし外側からは1番の三島、内枠両者の先頭争いです。3番手が3番の稲田、内側には4番池永、真ん中には5番の足立。スタートは前提正常でした。1周2マークは外から1番三島が絞って先回り、2番の三角ですけれども、やや後席なぞるような感じとなって横に流れました。内側から5番の足立が2番手争いに持ち込んできました。レースは2周回目と入っていきます。大時計前では5番の足立が逆転で2番手を奪っていますが、その内側2番の三角、3番稲田と狙っていきます。2周回目の1マーク、2番手争いは内側2番の三角が追っつけていきます。外側から5番の足立がかわしにかかっていく。バックストレッチに入っていきまして、5番の足立勇気が2番手、差がない3番手には2番の三角、前の体勢は1番5番2番の体勢ですけれども、もう一度2番の三角哲夫が2番手争い内から伺っていきます。トップは1番の三島、2周2マークをクリアしていきます。2番手は5番の足立が先取りして開いて差し込んできた。2番の三角は届かず、ここで5番の足立勇気が2番手に立ちました。前の体勢は1番5番、そして3番手ですけれども、3番の稲田が再び追い上げていきまして、内側には2番の三角。レースは最終周回1マークへと入っていきます。トップは1番の三島誠司、最終1マークをクリアしていきます。2番手5番の足立、3番手ですけれども、今度は4番の池永まで参戦してきますが、この外側から3番の稲田、そしてさらに外側には2番の三角、3番の稲田がここでわずかに3番手、前の体勢変わりまして1番5番3番の体勢です。先頭は1番の三島、5連勝でファイナルを迎えることになりそう。2番手が道中逆転、5番の足立、3番手3番の稲田が突き放していきまして、1番5番3番まもなくゴールです。先頭は1番の三島ゴールイン、2番手5番の足立ゴールイン、3番手3番の稲田ゴールイン、その後ろは2番4番6番の順でゴールインしております。以上、準優勝戦の2つ目11レースでした。